like a Hellcat. はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はハロウィンメイク第1弾ということで、チャネコ風のメイクをしてみました。初めてこういうメイクしたんですけど、ちょっとうまくできてるかわからないんですけど、よかったら最後まで見てくれると嬉しいです。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。ベースメイクはいつも通りしてくれたらいいかなと思います。マックのアイシャドウベースを塗って、アイシャドウの発色を良くします。このピンクのアイシャドウをアイホール全体にのせて、で目尻に紫の色味をちょっと重ねます。そしたら濃い紫でダブルラインを描いていきます。で目尻の方は跳ね上げラインにします。でダブルラインをもうちょっと濃くしたいので、紫をさらに重ねていきます。そしたらこの色でアイシャドウのエッジをぼかすように眉下に入れていきます。そしたら黒っぽいシャドウでダブルラインをもう少し濃くしていきます。でさらに目尻に紫っぽい色味を重ねて、この黒っぽいシャドウを目の下の際に入れていきます。そしたら紫色でぼかします。アイライナーはダブルライン同様跳ね上げで描いていきます。長めに描いてください。そしたら下の粘膜にも埋めていきます。でこんな感じの束っぽいつけまつげをつけていきます。マスカラで地まつげとなじませて、眉毛は黒のペンシルで眉尻をかたどってから、黒のアイシャドウで眉毛を埋めていきます。そしたら紫の色味を少し重ねていくと統一感が出ると思います。はい、アイメイクと眉毛はこんな感じです。そしたらこの薄い紫色でノーズシャドウを入れていきます。でこの色でシェーディングを入れていきます。白のアイシャドウを目頭に入れて、でアイライナーでちょっとキリッと見せていきます。そしたら猫の鼻を描いていきます。で黒のアイシャドウで薄めにヒゲの下地を描いていきます。そしたらアイライナーで重ねて描いていきます。で白のアイシャドウで鼻に光を入れてあげて、この真っピンクのリップに紫のアイシャドウをちょっとシャネコっぽい縦じまを意識して入れていきます。で唇をアイライナーでかたどって、
で模様も少し目立たせたいので模様もかたどったら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと初めてこういうメイクに挑戦したんですけど、色合いとかをうまくグラデーションにするのとかすごく難しくて苦戦しました。ちなみにこのカチューシャはサンドゥっていう100円ショップで買いました。またハロウィンメイクどんどん出していこうと思うので楽しみにしててください。少しでもいいなとかハロウィンメイクの参考になったなって思っていただけたら高評価、チャンネル登録お待ちしております。コメントもぜひぜひお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。